ってもらってるからってそんな動画作ってめちゃくちゃ調子乗ってるなと思って思ってるんですけど、早期内って意味ないんですか？早期内って意味ない、あの心配せずに就活を取り組んでほしいなと思います。どうもこんにちは、春大エリーメンバーのしずです。就活生の稲山です。今日はちょっと緊急でカメラを回してるんですけれども、先日24卒座談会っていう稲山くんがディレクターで動画を作ったものが YouTube にアップされたんですけど、稲山くん自分だけ早期内定もらってるからってそんな動画作ってめちゃくちゃ調子乗ってるなと思って、その動画を見た視聴者さんでまだ内定もらってない人いると思うんですけど、絶対落ち込んだと思うんですよね。なのでちょっとそれについて話をしていきたいと思います。はい、すいません。しかもタイトルも就活解禁まだ内定ゼロっていうタイトルつけてて、自分が内定もらっててそのタイトルつけるデリカシーのなさにマジでないなって思ったんですよね。はい、おっしゃる通りです。多分視聴者さんもそう思ってると思うんですけど、いや3月に就活始まったのに内定あるわけないやんっていう話じゃないですか。はい、もうおっしゃる通りでございます。はい、なので早期内定は私は意味ないなって思ってるんで、それについてちょっとお話をしたいと思います。はい、本当に視聴者さんの気持ち考えられてないんじゃないかなって。いや、もうおっしゃる通りです、ね、はい、思いますね。はい、というのは冗談で、今日はまだ内定をもらってない就活生の皆さんに全然まだそんなに焦る必要ないよっていうことをお伝えできればと思います。はい、はい、僕早期内定ってことだと思ってるんですけど、うん、早期内定って意味ないんですか？早期内定って意味ない。その心は？その心は、私も大学3年生の12月に実は内定をもらって、早期内定こそ志向だと思ってたんだけど、そっから半年間その会社で内定承諾してインターンしたんだよね、うん、で結局半年間働いてみてこの会社じゃないかもしれないって思うようになって、でその内定承諾してて、もうめちゃくちゃその会社には申し訳ないんだけど内定辞退をして、で4年生の大学4年生の夏ぐらいにまた就活一からスタートし直したっていうのがあって、で結局最初は3年生の12月で内定もらってめちゃくちゃ他の人より早かったのに、結局またリスタートになって最終的に新卒で入社した会社に内定承諾したのが内定式の2日前とかで、8月末とかみんながもう就活なんてとっくの塔に終えた時期に結局就活が終わるっていうことがあって、でそれで思ったのが、結局自分に一番合ってる会社に入ることが大事なんであって、早くもらう内定をもらうことには一切意味ないなっていうふうに思ったので、もし今はまだ就活中で内定もらってなくて心配とか不安になってる人は全然焦る必要ないなっていうふうに思います。いや、もう早期内定意味ないを体現してますね。いや、早期内定意味ないを体現してる。内定者インターンまでして内定を辞退してで就活し直すって、なんか就活生にめっちゃ勇気与えますね。うん、本当に絶望してたわ、はい、うん、一番企業からしたらうざい就活をしてるからこそ、本当にその企業が悪いんじゃなくて、私 がちゃんと自分が行きたい企業とかを考えられてなかったのが良くなかったんだけど、やっぱ就活生ってなんか早く自分を認めてくれてる企業があったら、この会社のために頑張ろうって思ったりとか、いいことだと思うんだけど、そこで承諾しないとその後自分に内定くれる会社もないんじゃないかって思ったりとかして、まあ、内定もらえたらとりあえず承諾しちゃってそこで決めちゃおうって人もいると思うんですけど、まあ、全然そんなことないので、自分が本当にここに行きたいっていうところに内定をもらえるまでは就活は続けた方がいいなって思います。確かにおっしゃる通りですね、はい、なんか内定承諾で妥協するんじゃなくて、ちゃんと自分がさえ本当に行きたいと思うところに内定をしようということです。そういうこと、はい、そういうこと、頑張ります。そういうことです。はい。早期内定は意味ないと思うんですけど、じゃあ就活を始めるのをギリギリに始めたらいいかっていうと、またそれは違うなと思って、就活は早く始めた方がいいと思うんですね。しずさんはどんぐらいに就活始めたんですか？私は大学2年生の秋、大学2年生の秋、大学2年生の秋に早すぎる就活を始めました。はい、こう上の学年の人のインターンに一緒に参加してたっていう。マジでいかつ。一緒に参加させていただいていて、はい、2年生の秋に、まあ、就活を始めました。で早く始めて本当に良かったなと思ってて、なんでかっていうと
まあ、結局私3年生の10月、2月に内定もらって4年生の夏に辞退してるじゃないですか。言えば就活失敗してるんですよね。でも就活失敗してもなおまだ就活をし直せる期間が余ってたのは就活を早く始めてたからなんですよ。しかも早く就活始めて本当に良かったなと思ったのは、自分の何もなさ、自分の能力もなければ学知もないし全然仕事もできないしっていう自分の何もないっていうことに早く気づけたのが本当に良かったなと思ってて、まあ、2年生の秋に自分何もないって気づいたから、そっから学知化になるインターン、長期インターンを始めたりとか、3年生の秋のインターンとかはもうバンバン全然学歴、稲山先生と比べたら全然学歴もないんですけど、イエスはほぼどこでも通るようになったっていうのがあって、それはもう早く就活始めててよかったなっていうすごく思います。確かに、しずさん優秀すぎて忘れますけど、一応あれですよね、大東文化大ですもん。あ、そう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 、そうそうそう、この、はい、もう今大東文化大の方がこんな言われ方して、本当本当ムカつくなって思うんですけど、大東文化はいい大学なんですけど、まあそう、一つ橋と比べたら、まあ、あまり学歴がね、ないので、まあ、早く始めるに越したことはないなと思います。今の素材使いますかね。俺ちょっといい。あ、使います。はい、今の使います。使います。よかったです。使います。はい、もう俺が燃えるだけだし。はい。稲山くんが燃えるだけなんで使います。はい。いや、一応わざとですからね。わざとですから。そこだけ、そこだけ分かっておいてください、しずさんから。あれ？全部使います。今から就活始める24卒の今、内内定の皆さんは、じゃあもう私、僕もう間に合いませんって焦っちゃうと思うんですけど、全然焦る必要はないと思っておりまして、学生の時って結構視野が狭くなってるんで気づけなかったんですけど、私も企業さんもめちゃめちゃ学生採用するのに必死になってるし、この人手不足の時代に内定もらえないなんてことないんですよ、絶対に。でもそれはしずさんが体現してますよね。内定就活再度始めたのいつでしたっけ。就活再度始めたのは4年生の夏。4年の夏から就活しても耐えるってことですか。そう、この世の就活生は就活を終えたタイミングに就活を始めたんですけど、全然まだ募集してる企業あるし、自分を受け入れてくれる会社ないんじゃないかって不安になってる人いると思うんですけど、そんなことは絶対にありえないので、心配せずに就活を取り組んでほしいなと思います。はい。なんで企業さんが早期内定で出すか分かりますか、稲山くん。なんか早い方がお得だから。なんで早い方がお得だと思いますか。いや、わかんないです。企業さんが早期内定を出している理由は、ちょっとでも学生をたくさん採用するためにやっているんであって、企業さんも全然人手不足で常に困ってるんですよ。で、自分も前職1万人ぐらいの会社だったんですけど、中途採用、リファラルの採用だったりとか、まあ、後輩でいい人いたら人事の人に教えてほしいなみたいなのがあったりとか、全然その世の中に出てる情報だけじゃなくて、どこの企業も人手不足でめちゃくちゃ採用に困ってるので、絶対に自分を受け入れてくれる会社がないってことはないんで、稲山くんが作った24卒脱団会でも、ゆいちゃんがなんか私に内定くれる会社あるのか不安ですみたいなこと言ってたじゃん、はい、稲山くんが3社内定持ってるとか言うから。すいません、本当に ゆいちゃんそうやって心配してたじゃないですか。絶対内定もらえるから、自分なんかに内定もらえるのかなって不安になってる人は心配しなくていいです。おっしゃる通りです。はい。で、今就活してて辛いと思うんですけど、絶対に辛くても、まあ、あと1年とか2年したら絶対就活終わるんで、で、最悪就職活動の時期に内定もらえなかったとしても、これから先の人生で仕事なんていっぱいあるんで、なんか今就活自分の行きたい会社に行けなかったら人生終わるとか思わなくていいなっていうのは、今の自分が昔の就活してた時の自分に言ってあげたいなと思うので、絶対に辛いと思ってても就活は終わるんで、諦めずに頑張っていただけたらなと思います。はい、はい。で、稲山くんは3社内定もらってちょっと調子に乗ってるんですけど、稲山くんも自分が行きたい会社に内定をもらってるのかもらってないのか分かんないんですけど、最終的にその1社を選べるように頑張ってほしいなと思います。はい、就活頑張ります。頑張ってください。はい。ということで、まあ、就活なんて人生の一瞬に過ぎないので、深く重く捉えすぎずに皆さん楽しんで頑張っていただけたらなと思います。
はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう。じゃあ就活に不安なことがある人はコメント欄に書いてくれたら私が役に立つかどうかわからないですけど返信するので、よかったらコメントも書いてください。お待ちしてます。お待ちしてます。じゃあ稲山くん、はい、初心乗らずに、はい、ちょっと気持ちを改めて、はい、気持ちを改めて、はい、就活で引き続き頑張ってください。はい、はい、じゃあ今日の動画はこれで終わりたいと思います。せーの、じゃじゃん。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。